ゴールキーパーは山田、ディフェンスは林道、そして今日は今瀬がスタメンで起用されています。鎌田、林道、今瀬、鎌田の3バック。アンカーの位置に薄井、ウイングバックは右神山、左安藤、2列目アルトゥールシルバに姫野、そして2トップは吉平と川西で予想しています。こちらは4バック、ゴールキーパーは武者、ディフェンスは安西、藤崎、付木、大迫、そしてアンカーの位置に浜、2列目木島と瓜生、そして3トップ右からブラウンのは健信、渡辺亮、鈴木健志郎と予想しています。今日は佐藤が出場停止です。前線のポジション争いが攻守激しくなっている。姫野、中へ入れてきた、シュート。今瀬はこれが今シーズン4試合目の出場、スタメンは2試合目です。鎌田、安藤、左サイド、中へ入れてくる、ヘディング、吉平翼のヘディング、キーパー武者がキャッチしています。左なら安藤、右なら林道、林道蹴ってった、枠からは少し外れていました。藤崎、これはアドバンテージを見ています。沼津、前線にボールを送った、渡辺、オフサイドです。今日スタメン起用の渡辺亮、ブラウンのは健信へ、薄井が対応、安藤もいる、一旦下げて中にボールが入る、シュートを打ち込んでいこうというところ、渡辺、山田、ここのところ5試合スタメン続いています。スピードを上げていけるか富山、中に入ってくる、キーパー対応する、守った沼津、富山のボールでスローイン、末木、ラインギリギリのところ、中にボールが入ってくる、0対0で間もなく80分になろうかというところ、渡辺がプレッシャーかけていく中、林道、中盤はしかし沼津が収めた、ブラウンの輪から、今渡辺、外から、コーナーキックになります。シュートの数も両チームとも多くなくというところでここまで来ています。森、先ほどからピッチに入っています。沼津、パスがつながる、ウリュー、右サイド使ってきた、安西、中入れる、ファーサイド流れていく、中入った、いやー、これは山田ナイスセーブ、狙っていました、しかし枠からは外れていた。またこれでまた両チーム選手が集中していくということになる。オーダー、オーダー決めました。復帰したソロゲームで後半アディショナル第5打先制点。このゴール、しかし沼津残り時間ゼロではありません。前線に戻していく富山、タッチラインを割ります。ここでゲーム終了。富山3年ぶりの5連勝4試合連続1対0の勝利。最後の最後、富山守りで危ない場面もありましたが、そこをしのいで3
そして今度は一瞬の隙を突いて大野洋平。